あっ、大丈夫？ありがとう、カイリー。よかった。まさまさ、あと一体くらいならね。行こう。やっと会えた。テラ、本当にテラなの？なんだよアクア。あなたの中にテラはいない。え？テラの体を返しなさい。3人目。お前たちはここで敗北する。何を？13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心しろ、キーブレードはここで完成する。お前たちに負けることはない。お前は何なんだ？ゼアノートだな。なぜ動ける？
この時を待っていた。今は戦うの。群れは私たちが抑える。分かった。こっちは任せろ。Yeah!
りだ。それ、俺が止める。
力を貸せよ。このまま突っ込むぞ。大丈夫か？ああ、さっきのは古のキーブレード使いたち、過去からの光が届いたんだ。あれ、そろそろ本番にしてくれよ。お前、過去にゼアノートの心に触れて大きな影響を受けたものを機関として集めている。あれはアンセムに心を支配されていた時の君だ。ああ、嫌なことをする俺が一番強かった時だ。いや、一番弱かった時だ。そうか、
だったら証明してやろう。マスターから最後の承認試験だ。なんだって。キューバしのぎじゃ前回同様失敗しかねないからな。キューバしのぎってまさか俺らのことじゃねえだろうな、先輩。自覚はあるようだな。お前たちが真の守護者かどうか、じいさんから最後の贈り物って話。じゃあ頼んだぜ。これほどの状況で時間停止の魔法を使えば、この後の決戦までに体力は戻らない。私が突破口を開きます。その間にみんなで。一人じゃ危険すぎる。俺も一緒に。二人でも危険だよ。そうだ、今はバラけない方がいい。キリがないよ。さあ、若き勇者たちよ。これくらいしか手助けはできんが、進みなさい。イエンシッド様だけでは。僕らもイエンシッド様と一緒に、ここで闇を食い止めるよ。ドナルド、グーフィー。サザはもう一人でも一人もあるよ。後で行くから心配しないで。わかった、必ず合流しよう。急ぎなさい。